申し訳ないけど、ちょっと1ヶ月から1ヶ月半は、はい、回し車なし、それから階段はない。あ、階段のやつ1個、1つあります。だから、それも床だけで生活してほしいんです。わかりました。本当申し訳ないんですけど。わかりました。で、まあ、あの幸いって言ったらあれだけど、飲んでる薬はね、抗生物質、A に抗生物質、止血剤、はい、から B にヒドロキシルというヒストロデン消炎鎮痛剤、はい、これは足の方にも有効だと思いますので、はい、それをちょっと飲ませながら、わかりました、はい、わかりました。申し訳ない、そんなこちらのなんか、ねえ、あそこの網から足が出たのかな、うん、明らかにおかしかったよ。足使ってなかったからさ、今終わってね、みたいな。最初そんなことなかったから、絶対ここでやったことなんだよね。ちょうどそこの場所がもう、ちょっと内出血して、そうですね、そうですね。で、腫れてきてるでしょ。ちょうどこれが、あの、さっきのレントゲンに膝の手術したの。下のあたり。そうなんです。はい、もう1分だけやろう。でも、今は足ついてる。だけど、本当は、まあ、ちょっとかばってってもらった方がいいんだよ。あんまりここでさえ一生懸命ついちゃうと、この辺ね、この辺やってます。だからちょっとこの子には申し訳ないんですけど、運動制限が、うん、キエチレスといいますか、それをですね、はい、1ヶ月から 1.5 ヶ月ぐらい、いや、まあ、あの、また言います、つけていいですよとか。でもケージレストしないと絶対にひどいことになっちゃうんですよ。そう、あの、今分かり骨折って言ってね、こうストローが出て、それがバキッとなっちゃったり、しかも骨が折れて骨が出てきちゃったりすると断脚しなきゃいけなくなっちゃうんですから、そうならないためにもちょっとケージレスト、他はまあ普通に生活してもらっていいんですけどね。すみません、本当に。エントリーの料金いただきません。申し訳ないです。いやいや、いいですか。はい、左の頸骨、遠位端、骨折です。骨折。一番でもあれも骨折って言いますね。まず、言うと、わかり骨折と言うんですよね。はい、じゃあこの子のケースお願いします。ごめんね、ごめんね、なんか。はい、じゃあこれも次に治療していきましょうね。すみません。ちょっと待ってください。ありがとうございます。でも取れなかったんで、一応受けてきます、ね。ありがとうございます。はい。じゃあ、お薬はまた今度出します。